お疲れ様です。今日はですね、メインチャンネルの方のハイボールランキングの番外編ということで、まあ、2回にわたってねメインチャンネルではハイボールランキング1位からね30位まで紹介したんですけど、今日はねその番外編ということでちょっとね、コメントなんかをピックアップして拾っていこうかなと思います。まあサブチャンネルなんでね一本一本こう細かいね説明とかはちょっと省こうかなとは思うんですけど、全部でね446銘柄、票が入ったんですよ。やっぱり下の方にはね1票とか2票の、銘柄すごい多いんですけど、だからこうコメントを見てたらワーストが気になるっていうコメントあったんですけど、まあ 1,2 票がもうかなり多いのでね 1,2 票入ってるものだけで約ね160銘柄ぐらいあるんですよ。なのでなかなかワーストっていうのは難しいかなと思います。まあ圧倒的に0票のものが多いんですよ。全ての今現行で発売しているもののウイスキーが対象なので0票がほとんどですよね。なのでね、で合計 18,372票の票が入ったということでね、まあ、2票入ったもので結構ね意外だったものはベンリアックのスモーキー10とかね2票しか入りませんでしたね。もうちょっとベンリアック系は、まあ数種類出てますけど票入るかなと思ったんですけどね。あとバランタイン30年が2票入ってましたねあとはオールドパーのシルバーとかも2票でした。まあ、オールドパーのシルバーはコンビニでこう、200ミリのボトルとかも入っているので、もうちょっと票入るかなと思ったんですけど意外ですね。あと1票はねバスカーグレーンとか1票でしたね。ちょっとまだ新しいですねバスカーのグレーンね。あんまりこう流通入手性も良くないし、はい。でちょっとコメント拾っていきましょう。まずね金丸はね92票。ちょっとねランキング何位かってつけるの難しいんですよ。なぜかというと同票が多いので、上から順番にこう、1位2位3位4位っていう風につけていくとねめちゃくちゃ手間かかるんで、まあ、100位ぐらいまでは、なんとかつけたんですけど、ちょっとねそれ以下のものはランキングつけませんでした。はい。で金丸は92票。コメント、今では価格も高く入手困難となってしまった白州のハイボールが飲みたくなった時に出会ったアイリッシュ。私のよく利用する酒屋さんでは2000円台で購入でき、心地よいピートはハイボールにすると森林浴のような爽やかさ、飲み飽きず癖になります。おそらく人気上位と思われる角瓶や、入手困難であまりコスパも良くないフロムザバレルも悪くないんですが、それぞれの個性特徴もあり、実はコスパもいいシングルモルトのハイボールはハイボール好きならぜひやってみてほしいと思い投票しましたということで、まあ、確かにねジューシーでこうみずみずしくて爽やかっていうね印象がありますね。金丸はね、あの緑の瓶もまたね、そこ相乗効果があるんじゃないかなとは思うんですけど、まあスモーキーなんですよ結構。だからまあ人選ぶかなとは思うんですが、こちらねシングルモルトになってます。だからまあ値段そこそこするんですよね。まあ、3000円台が普通なのかな、もっとね金丸はこうプロモーション次第では売れるんじゃないかなと思うんですが、こちらサントリーがね所有している蒸留所で作られているので、サントリーがもうちょっと頑張ればね、かなり売れそうな感じもするんですけどね。まあ、癖があるって言ったらサントリーはラフロイグとかねボウモアも持ってますからなかなか難しいんでしょうね。アイリッシュはこう続々と新しい銘柄が発売市場に出てきてるので、まあそういう方に人気がね少しこう分散してくれるとバランスがだんだん良くなってくるんではないかなと思います。で一つにこう集中するんじゃなくてね、まあ金丸ね以前ねメインチャンネルで動画作ってるのでそちらの方ご覧になってみてください。続いてサントリーリク、82票。はい。甘めのハイボールが飲みたいがチタや、富士はちょっと高いという時に重宝してます。黒ラボさんの紹介動画から、試してみて好きになりました。あとは次、1000円台のウイスキーしかも度数 50% のため、5対1くらいまで薄めてしっかりフルーティーで甘みのあるハイボールが楽しめます。1本のボトルで長く楽しめるのでコスパ重視の方にはおすすめということで、確かにね度数が高いので
こうちょっと薄めに作ってもね、しっかりとした味わいの残るハイボールになるんじゃないかなと思う。そういう意味ではコスパいいかもしれないですね。まあ、結構こうリクはね、はっきり好みが好き嫌いが分かれるんじゃないかなと思いました。今年ねリニューアルしたばかりで、結構こうモルト感っていうのが増してね、フルーティーになったかなとは思うんですけど、そもそもねキリンのこのバーボンのようなフレーバー、キリンのグレーンのフレーバーですね、苦手っておっしゃる方多いんですよね。最近多いというか、まあそういうコメントが目につくだけで、実際は多いのか分かんないんですけど、まあ、普段スコッチだったりとかこうアイリッシュ飲んでる方からするとまたね全然違う味わいですよね、やっぱりね。まあね、リクが苦手って方はバーボンがね圧倒的に苦手っていう方が多いので、まあ過度に嫌いって方はね、バーボンに対しての味覚がこうもしかしたら開花してないのかもしれないですね。やっぱり嫌いな味ってね、少しでも入ってると敏感に感じ取りますし、それがねこう感じる、味の全てを支配してしまいますから、嫌いな人にとってはこうバランスよくね味わい感じることできなくなっちゃうんですよね、やっぱりね。これはチタとかも結構、意見が多いかなと思います。やっぱりウイスキーってこう後天的味覚ですからね。まあ苦手な味が好きになると、いろんなこうウイスキーのね味がさらに楽しめるようになるので、ウイスキーを飲めるようになりたい方へっていう動画がねメインチャンネルに、上がってますので、そちらの方、苦手なフレーバーがある方はね参考にしていただけるといいかなと思います。まあ食べ物もそうですよね。ちょっとでもこう苦手なものが入ってると、それがもう全部ね、その味に感じてしまうっていう方多いと思うんですよ。パクチーがちょっと苦手な方がね、パクチーが入ってるものをもうちょっとでも入ってると分かるとか、そういうのあると思います。なので、こうバーボンを飲めるようになるっていうことがさらにウイスキーの楽しさを広げることにもしかしたらなると思いますので、まあこれはバーボンではないですけどね、ブレンデッドウイスキーです、ちなみにね。まあ、こちらもねあのリクの動画、メインチャンネルで上がってますので、ご覧になってみてください。続いてブルックラディの、ザ・クラシックラディ81票ですね、コメント、グレンリベットやグレンフィディックのような定番12年のシングルモルトより少々値が張るが、その分アルコール度数は少し高めでハイボールにしても負けない。ウイスキーとは思わせないボトルもいい、入手性も悪くない。次、クラシックラディはストレートで加水して飲むのが一番だと思ってたが、ハイボールにするとフローラルで、爽やかな香り立ち、意外に美味しかった。次、作ってる人の顔がわかるから、そしてジャックさんのファンだからです、ということでね、やっぱりジャックさんのファンと、あとはこうブルックラディのねこういろんなものを公開してる人の顔だったり、作り手の顔だったりとか、あとは、内容を公開してるっていう、そういうところにね惹かれる方も圧倒的に多いと思いますので、そういうところからさらにね美味しく感じるっていう方も多いと思います。まあクラシックラディはね、飲むと穀物のね甘さだったり素朴さだったりとか、フローラル感をねしっかり感じられるので、僕はね、ハイボール、まあ薄く作らないでそのままちょっと濃いめで作るのが好きですね。ちなみにねポートシャーロット、気になってる方いらっしゃいましたが、こちらはねポートシャーロット10年は50票入ってましたね。オクトモアはね、一銘柄だけ 12.1 が入ってました。こちらは1票でした。はい、ブルックラディも、ポートシャーロットもねメインチャンネルに動画が上がっていますので、そちらご覧になってみてください。続いてクライヌリッシュ14年82票です。はい、クライヌリッシュ人気ですね。ソーダ割りにしても失われない個性、紅茶の芳醇な香りとモルトの甘みが最高。次、黄色い果物の香り、甘酸っぱい味、ほのかな潮風が心地よい、ということで、こちらもねリクと同票でしたね。同じ票でした。クライヌリッシュはねこの14年しか基本的には定番品として発売されてないんですよ。だからもう迷うことない。そしてボトラーズからもほぼリリースがないので、もうクライヌリッシュ飲みたいってなったらもうこれなんですよ。もう迷わなくていいですね。ジョニー・ウォーカーのねキーモルトとしてあまりにもね有名な銘柄なんですが、ちょっと値段はそっか張るかなとは思います。シングルモルトとしてねやっぱり人気で、こうストレートで飲まれてる方圧倒的に多いかなと思うんですけど、ハイボールだとそこまで人気はないんですが、まあ、82票十分入った方じゃないかなと思います。炭酸割りだとですねちょっと癖のある感じになるかなと思うんですよね。万人受けって感じではないかなと
個人的には思いますね、うん、続いてロイヤル、52票、はい、サントリーロイヤルです。ハイボールにした時の甘さが最高。価格は高くないのにリッチ感あふれる味わい。他の高級ウイスキーや海外ウイスキーよりもいつでも買えるロイヤルの方が飲み終わるのをもったいなく感じてしまうということで、もういつでも買えるジャパニーズブレンデッドウイスキーですよね、こちらね。ちょっとねハイボールにするには高級感があって票が入りにくかったのかななんて思います。この下には価格帯的にはリザーブとオールドがありますからね、そっちの方が気軽にこうハイボールにされてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりねコメントにもある通りリッチなね飲み応えのあるハイボールじゃないかなと思います。僕は好きですね。こちらもねメインチャンネルに動画あります。ちなみにねリザーブなんですが13位に入ってました。はい、やっぱりねリザーブはハイボールに、ハイボール人気ですね、特にね。次アバフェルディ12年46票。とろっとした蜂蜜の甘さと炭酸の爽やかさがマッチしてグビグビいけてしまう。気づけばなくなってしまうので常に常備しています。次蜂蜜のような甘さがハイボールにするとちょうどよくグビグビいけるということでね、こちらはねデュアーズのキーモルト有名ですね。こちらもボトラーズのリリース もうほぼないんでね、オフィシャルを基本的には飲むしかないんですが、アバフェルにもっとね人気出てもいいんじゃないかなと。アバフェル D12 年自体がね、うん、いやこれもプロモーションですよね。美味しいのになんかこう影が薄い感じありますよね、うん、アバフェルディといえばやっぱりこう蜂蜜感っていうのが特徴的なので、結構ね甘い感じのフレーバーがハイボールでもね残ります。はい、結構飲み応えあるんじゃないかなと思いますね。爽やかっていう感じではないですね、どっちかというと。次ベンロマック10年38票です。麦感、シェリー感、そして土ピート感がやみつきになります。食前、食中、食後、いずれのシーンでも美味しくいただけるので我が家では唯一切らさないボトルですということで、以前ねこちらメインチャンネルでリニューアルしたタイミングで、動画にしたんですけど、なかなかこう芽が出ないというかメジャーにならない一本ですよね。こちらもプロモーション次第じゃないかなとは思うんですけどね。まあ、シェリーダル原酒とピートのフレーバーっていうのは、まあ、そんなにすごい人気があるっていう感じではないんですけど、ハイボールにするとね結構飲み応えのある一本じゃないかなと思います。今ねこちらのこのベンロマック蒸留所っていうのはね、あの有名ボトラーのゴードン&マクファイルが所有しています。結構ねバリエーションもいろいろリニューアルしてからも発売が多いので、個人的には、ちょこちょこ買って試してるんですけど、なんかいまいちこう芽が出ない感じはありますね、知名度的にっていう意味です。ちなみにね、続いてグレンスコシアキャンベルタウンハーバー20票。はい、お手軽に塩気のあるキャンベルタウンハイボールを飲みたいときはこれです。価格も3000円台で買えるので気兼ねなく飲めます。次塩気とピートがそうだとよく合い、少し個性的なハイボールを飲みたい時に最適ということで、まあ、今ねキャンベルタウンモルトといったらスプリングバンクともうキルケランがほぼ買えないですし、まあ、スプリングバンクといったら、ヘーゼルバーンもロングローも作ってるのでね、その辺は全く買えないので、やっぱりこうキャンベルタウンモルトを飲むってなるとグレンスコシア、そしてまあキャンベルタウンのね特徴といったら結構塩っぽい感じの、モルト原酒なので、グレンスコシアはねよく合うんじゃないかなと思います。キャンベルタウンハーバーはねバランスよくていいですね。ノンエイジですけど、まあ、特にハイボールなんかにするにはすごいいいかなと思います。うん、こちらねメインチャンネルに飲み比べ動画上がってるのでそちらね、見て、ちょっと気になるものがあったらぜひね飲んでみてほしいんですが、4種類かな飲み比べしてます。はい、次、クロナキルティギャリーヘッド2票です。はい、クロナキルティの新しいシングルモルトはクリーミーなハイボールを欲してる人にぜひ試してもらいたいです。ミルクチョコレートのような不思議なハイボールは他とちょっと違っているので選んでみましたということで、以前ねメインチャンネルで、ブランドアンバサダーのねフィオナさんをゲストに、迎えて紹介したんですが、こちらのアイリッシュシングルモルトウイスキーです。はい、シングルモルトなんですよね。だけどまあこのねシングルモルト原酒自体はここの蒸留所で作ってないんですが、とりあえずね、ボトラーズみたいな感じになってます。
後々はねシングルモルトが発売する予定なのでちょっと楽しみなんですが、ちょっとギャリーヘッドね僕もまだ飲めてないので、僕もねちょっとクリーミーなハイボール飲んでみたいなと思います。はい、まあ、こんな感じですね。まだまだねあるんですけど、やっぱりね下の方になってくるとコメントがないものも結構あるんですよ、そもそもね。あと基本的に超マニアックな銘柄ってあんまりなかったですね。やっぱりハイボールってなると比較的こう、手軽に買えてね、入手性も良くて値段もそこそこってことですね、なものが多いのかなと思いましたが、アンケートのねちょっとコメント欄に書いてあった、ちょっとコメント読みましょう。いつも楽しく拝見させていただいております。日本料理のお店を、させてもらっておりまして、日本酒がメインではありますが、最近はハイボールの注文が多く、またジャパニーズウイスキーの入手性の問題もありまして、プライベートでスコッチウイスキーなどをお勉強しているところです。クロスロードラボさんや、他の番組などこれはというものを選んで約40銘柄ほど飲んできました。日本酒では、料理とのペアリングを常に意識しているのですが、ウイスキーは日本酒に比べてとんでもなく幅広いことに気づかさせられました。3つ選びましたが、アラン10年とトマーチンレガシーなどもハイボールに合うかなと思います。また和食を意識しておりますので、よく言われる初心者向けの癖のないウイスキーこそがベストかなと感じています。まだまだ初心者ではありますが、これからも楽しく拝見させていただきます、ということで、フグ命さんという方、もう名前がすごいですね。フグ出してるんでしょうね。やっぱりこういう日本料理のお店でもハイボールが頼まれるんだなっていうことがね、ちょっとびっくりしました。日本料理のお店だったら、僕だったら、お酒だったらやっぱり日本酒頼んじゃいますもんね。そしてやっぱりそんなにこう、若い方がね日本料理のお店って行かれる方少ないかなとは思うので、やっぱそこそこの年齢の方でもハイボール多いんだなっていうことが分かります。もう一人ねちょっと質問みたいなねコメントがあったので、サブチャンネルなんで読みます。ゆうさん、旭川でウイスキーの種類をたくさん置いてるお店を知っていたら教えてくださいっていうのがね、アンケートのコメント欄に書かれていました。アンケートに書かれてましたね。はい、旭川はねうさぎ屋さんってところをよく聞きますね。行ったことないんですけど、まあいろんなお客さんから旭川はうさぎ屋さんがいいってことを聞きますので、旭川に行かれる方ぜひ行ってみてください。はい、まあ、そんな感じでしょう。あとはね生配信とかで聞いてもらえばね、これ何票入ってましたかとか、票入ってましたかとか、まあ、コメント読むのは生配信リアルタイムでちょっと探すのが難しいんですが、ちょっとそういうアンケートの具体的なことを聞いていただければ答えれると思いますので、ぜひね、まあ、特にサブチャンネルの生配信とかだったらゆっくり答えれると思いますので、気になるものがあったら聞いてみてください。はい、まあ、そんな感じでアンケートご協力ありがとうございました。今回ねアンケート、投票してないって方は次回もありますし、違うアンケートもありますので、ぜひねその時参加していただければと思います。今日紹介したものは、この動画の概要欄に、URL 記載しておきますので、そちらからね購入いただけたら、こちらのチャンネルの少しね、助けになりますので、よろしくお願いします。それではまた。